第3次シュラクサ祭包囲戦は、ヒメラ川の戦いに引き続いて、紀元前311年から紀元前309年にかけて、カルタゴ軍が実施した包囲戦である。ハミルカル率いるカルタゴ軍は、シュラクサ祭の戦手、アガトクレスに敗北した。ヒメラ川の戦いの後、アガトクレスはシュラクサ祭に撤退した。ハミルカルは、修楽祭を海陸から封鎖したが、 アガトクレスはカルタゴ本国があるリビアを攻撃するという独創的ではあるがリスクの高い戦略を採用した。アガトクレスはカルタゴ海軍の封鎖を突破してリビアに上陸することに成功しハミルカルはこれに対応するために一部の軍をリビアに送らざるを得なくなった。この兵力減少もあり紀元前310年に行われた。 最初の城壁に対する攻撃は失敗した。紀元前309年、ハミルカルは城壁に対する野手を行った。城壁に接近する際に組織だった行動ができず、カルタゴ軍はシュラクサイ軍の反撃を受けた。カルタゴ軍は数的には勝っていたものの、反撃は予想しておらず、また暗さと地形もあって、カルタゴ軍は敗走した。 ハミルカル自身も捕虜となり処刑された。海上封鎖は、紀元前307年まで続けられたが、アガトクレスが一時的に帰国した際に、これも破られた。紀元前311年、ハミルカルとアガトクレスは、ヒメラ川川口で激突した。アガトクレスは大部分の兵が戦死するか捕虜になるという、壊滅的な敗北を起死した。アガトクレスは、戦場から脱出し、 残存兵士を集結させると、野営地を焼いて、ゲラに撤退した。アガトクレスは、カルタゴ軍をシュラクサイから遠ざけるために、しばらくの間ゲラに泊まることを決意した。この間にシュラクサイは穀物を収穫することができた。ハミルカルは当初ゲラを包囲しようとしたが、アガトクレスが十分な食料と防御のために、十分な兵を持っていることがわかるとこれを諦めた。その代わりに、 アガトクレス側の都市と要塞を攻撃した。これら都市もアガトクレスを嫌をしていたため、すぐにカルタゴ側に寝返った。カルタゴ軍がゲラを引き払うと、アガトクレスは陸軍の残存兵とともに主楽塞に脱出した。牢場に備えて穀物を収穫して備蓄し、また城壁の壊れた部分を修復した。カルタゴ軍が優越している限り、アガトクレスは、 シケリアの他の地域の支配を取り戻すことは不可能であった。この時点でアガトクレスの未来に希望はなかった。アガトクレスは勝ち目のない戦争をシケリアで続けることはしないと決心した。彼はカルタゴの本国があるリビアに対して予想もされないだろうがリスクも高い攻撃を行うことを秘密裏に決定した。こうすれば シュラクサイを囲むカルタゴ軍の一部をリビアに向かわせることができる。リビアではそこのカルタゴ同盟国に反乱を促し、またカルタゴ領の肥沃な地域で略奪を行うつもりであった。また彼の軍は経験豊富であるのに対し、本国カルタゴ軍はシケリア遠征軍とは異なって戦慣れしていないと考えられた。シュラクサイの城壁、アガトクレスは 兄のアンタンデルをシュラクサ祭防衛軍の司令官に任命した。リビュア遠征中にシュラクサ祭で反乱が起こるのを避けるために市民の家族を二つのグループに分け、片方はリビュアに、もう片方はシュラクサ祭に残るようにした。シュラクサ祭に残ったグループがアガトクレスを軽蔑していたとしても、彼らの親戚がアガトクレスと共にリビュアにいる限り反乱に手を貸す。 可能性は低かった。この遠征のためには多額に資金が必要であり、アガトクレスは孤児の財産を没収し、商人から借金をし、寺院の寄進、女性の宝石も供出させた。また、富裕層の多くは彼の政治に反対していたため、自発的に主落祭を離れるように促した。彼らが離れると傭兵に追わせて殺害し、 資産を没収しして兵士に適する奴隷は解放したこのような方法で大量の軍資金を確保することができた。カルタゴは三段回線からなる艦隊を使って、シュラクサイの港を封鎖しており、その兵力はアガトクレスが持つ60隻を大きく上回っていた。このため、アガトクレスはシュラクサイを脱出する機会を待たねばならなかった。ある日、シュラクサイに向かう。 国物輸送船が何隻か現れた。カルタゴ艦隊はこれを追跡するために一時封鎖を解いてシュラクサ祭を離れた。アガトクレスはこの機会を見逃さず艦隊を出航させた。当初カルタゴ軍はアガトクレスは国物運搬船を救うために出撃したと考え、戦闘隊列を組んでこれに向かった。 シュラクサイ艦隊が脱出を試みていることを認識した後にはこれを追跡した。この間に穀物運搬船は無事にシュラクサイに到着し、乏しくなっていた食料の補給に成功した。シュラクサイ艦隊はカルタコ艦隊に追いつかれそうになったが、日没のために追撃は中断された。翌日に日食が観察されたとされていることから、この脱出劇は、 紀元前310年8月15日と推定される。紀元前2世紀の古代ギリシア軍船の正道制動性昇格リビュアに到着したアガトクレスは、兵士が脱走できないようにすべての船を焼却した。三段回戦の護衛のために上陸地点に兵を咲くことも、また船がカルタゴ軍に露飾されることも避けたかったことも、理由である。アガトクレスが、 上陸地点を離れた後、カルタゴ軍は燃えた、ギリシア戦の制動制の昇格を回収し、カルタゴに持ち帰った。アガトクレスは、略奪を行いながら進軍し、メガレオポリスと、白、チュニスを破壊し、第一次白チュニスの戦いで、カルタゴ軍を撃破した。白チュニスでの敗北の後、カルタゴは、シケリアのハミルカルに死者を送った。 ギリシア戦の昇格をハミルカルに送り、早急な支援を依頼した。ハミルカルはこの昇格を使者と共に、シュラクサ祭に送った。彼らはこの昇格を見せ、アガトクレスの陸軍は殲滅されたとして、シュラクサ祭に降伏を促した。多くの市民はこれを信じ、家族を失ったことを嘆いた。しかし、上級士官たちはこれを疑い、死者を返した。それでも、 悲観的となった市民は脱走し、ハミルカルの保護を求めた。ハミルカルは、シュラクサイの士気は低下し、町を防衛する兵士も不足していると判断し、城壁に対する攻撃を準備した。ハミルカルは、アンタンデルと他の指導者に対し、降伏すれば、その安全は保障すると提案した。しかし、アガトクレスが共同司令官に任命していたアイトリアのエリムノンは、 これに同意しなかった。彼は他の指導者たちにアガトクレスの消息がはっきりするまで待つべきとの説得に成功した。他方、アガトクレスは2隻の船を建造し、リビュアでの勝利の報告をシュラクサ祭に送った。この2隻がシュラクサ祭に近づくと、カルタゴ船に指認され、追跡されたが、なんとか追跡を逃れて、シュラクサ祭に入港することができた。報告を聞くために、 城壁の防衛を担当していた者も,も含め、市民は直ちに港に集まった。ハミルカルは、城壁の防衛を担当した兵士までが港に集まっていることを知り、この機会を利用することとした。彼は、自身の最強部隊に、工場用の柱を持たせ、気づかれることなく、城壁を登らせた。しかし、占領寸前に哨戒兵に発見され攻撃を受けた。また、 カルタゴ軍の援軍が到着する前に、ギリシアの防衛部隊が攻撃に加わった。ギリシア軍は優勢となり、攻撃側の何人かが死亡し、カルタゴ軍は撤退した。ハミルカルは城壁から軍を引き上げさせた。この日の攻撃で、主략祭を奪取することができなかったため、ハミルカルは要請に応えて、カルタゴに5000の兵を送ることに決めた。 カルタゴ軍によるシュラクサ祭の包囲は、紀元前309年になっても続いた。ハミルカルは、オリンピエウム地区を占領し、城壁に対する第二次攻撃を準備していた。シュラクサ祭側はこれを察知すると、不評3000と騎兵400を、城壁の一部を構成する、エピポライ第一のエウリアロス城に派遣した。ディオドロスによると、カルタゴ軍の兵力は、不評12万、騎兵5000であった。 ただ、これは課題であり、現代では、不評3万から3万6千、騎兵4千から4 5五百程度と推定されている。カルタゴ軍は、シュラクサイ軍に発見されるのを避けるために、夜中に城壁に向かった。ハミルカルはその戦闘に立っており、シュラクサイから追放されたデイノクラテスが騎兵を、引いて続いた。不評は二つの集団に分かれており、一つは、カルタゴ軍。 もう一つは、シケリアの同盟都市の兵であった。さらに、シュラクサイの略奪に預かろうと、非戦闘員が秩序なく続いていた。道路は狭くまた平坦ではなかったため、非戦闘員と補給隊の間に喧嘩が起こった。このことが、カルタゴ軍の戦列にも、混乱と無秩序を引き起こした。混乱したまま前進するカルタゴ軍が、エウルアロス城のシュラクサイ軍に察知されないわけは、 なかった。主落災軍は出撃し、高地から攻撃を行い、カルタゴ軍をさらに混乱させた。暗闇のため、カルタゴ軍は大軍からの攻撃を受けたと錯覚した。無秩序に加え、地形に不慣れなことと不利な位置取りのために、カルタゴ軍は撃退されてしまった。狭い道路では、カルタゴ軍不評の一部が、自軍の騎兵に踏みつぶされた。暗闇のために、 同志打ちも発生した。ヒミルコは踏みとどまっていたが、周囲の兵が逃亡してしまったために、シュラクサイ軍の捕虜となった。翌日、ハミルカルはシュラクサイの支柱を引き回され、市民に残虐に処刑された。首は切断され、シュラクサイの勝利の証として、アガトクレスの元へ送られた。散逸した兵を再集結させるのは困難であった。ハミルカルがいなくなったため、 ギリシア都市同盟軍はカルタゴ軍から離れ、デイノクラテスが司令官に選出された。カルタゴ軍の指揮権はハミルカルの副官に与えられた。アクラガスはカルタゴのギリシア同盟都市の一つであったが、自身がシケリアでの主導権を握ろうと考えた。カルタゴ、シュラクサイ双法ともに弱体化していると考え、クセノディクス将軍のもと、ゲラ、エンナ、および、 エルベススをカルタゴ支配から解放して自治権を回復させた。しかし結局のところ、紀元前307年にアクラガスはシュラク楽祭に敗北した。カルタゴ陸軍が敗北した後でもカルタゴ海軍はシュラク楽祭の港の封鎖を継続した。このため市民は上に苦しみ、海上封鎖のために穀物を運び込むのも困難であった。紀元前307年、 一旦帰国したアガトクレスがカルタゴ艦隊に勝利し封鎖は解除された。ありがとうございます。